ホイットフィールド・ディフィーはアメリカ合衆国の暗号理論研究者で公開鍵暗号の先駆者の一人である。1965年、マサチューセッツ工科大学から数学の学士号を取得。ディフィーはマーティン・ヘルマンと共に1976年、ニューディレクションズ・イン・クリプターグロフィという論文を発表した。これは革新的な暗号鍵配布方法を示したもので、 暗号における基本的問題とされていた鍵配布の問題解決に迫るものだった。これは今日、ディフィー・ヘルマン鍵共有として知られている。この論文によって公開鍵暗号のアルゴリズムの研究開発が公然と行われるようになった。ディフィーはノーテルネットワークスのセキュアシステムズリサーチのマネージャーとして勤務し、X25 ネットワークの PDSD セキュリティシステムの鍵管理アーキテクチャを設計した。1991年、サンマイクロシステムズの研究所に移り、暗号の公的側面を主に研究している。2007年5月現在もサンに在籍しており、チーフセキュリティオフィサー、副社長、サンフェローなどの肩書きを持つ。1992年、 スイス連邦工科大学から名誉博士号を授与された。マルコーニ財団のフェローでもあり、アイザック・ニュートン研究所の客員フェローでもある。2010年ハミングメダル、2015年チューリング賞をヘルマンと共同受賞している。1998年のスーザン・ランドーとの共著プリバシー・オンザ・ラインでは、盗聴と暗号化の政治学を扱っている。 その改訂版が2007年に出版された。ロンドン大学ロイヤル、ホロウェイ校にある情報セキュリティ部門の客員教授も務めている。2017年王立協会外国人会員、選出。ありがとうございます。